こんにちは、ササチーです。今回は広島のうさぎ島として有名な大久野島に行ってきましたので、その様子お届けします。それではどうぞ。ごあぶりというわけで、早速フェリーに乗り込みます。この日は正月三が日明けの平日って感じの日だったんですけど、そこそこフェリー乗り込む方多かったですね。ちょうど前の方が持っているみたいに餌を持って行かれる方も結構おられます。こちらがフェリーからの景色です。山と海と島とみたいな、まさに瀬戸内海っていう感じの景色です。画面の真ん中ぐらいに見えるのが大久野島で、奥に見えるのが島並海道もある大三島ですね。大久野島へは片道15分で着きます。運賃は往復で620円です。フェリーの中にはウサギからみんなへお願いということで、注意事項が貼ってあります。大久野島のウサギは一応野生のウサギのウサギってことなので、環境保護に気をつけましょうって感じですね。大久野島到着です。こんな感じでアナウンスがあったり、結構観光地として整備されてますので、初めての方とかも行きやすいかなと思います。こちらが後で紹介しますが、休暇村へのシャトルバスです。というわけで、休暇村側へ行くのが一般的だと思うんですが、今回は反対側から回ってみようと思います。早速どでかい廃墟が現れましたが、こちらが発電所跡となってます。今となってはうさぎ島として有名な大久野島ですが、世界大戦時は毒ガス製造の島だったそうです。ここは毒ガスを製造するための電力を供給していた発電所で、当時は重要燃料とした発電機が8機ほど設置されていたそうです。また朝鮮戦争時には米軍の弾薬庫としても利用されてたみたいで、まあ、まさに戦争遺産って感じですね。大久野島はぐるっと一周歩いて回れるようになってます。高低差は多少ありますが、道は整備されているのですごく歩きやすいですね。お目当てのウサギ発見しました。一応野生のウサギといっても、とても人懐っこいウサギばっかりなので、すぐ人に寄ってきます。フェリー内の注意事項にもありましたけど、下手に手を出すと本当に噛まれるので気をつけた方がいいです。大久野島ですね、以前に何度か来たことがあるんですけど、なんとなく感覚で今回ウサギが少ないなと思ったんですよね。まあ冬だし仕方ないかなと思ってたんですけど、一応調べてみると、コロナ禍の影響で観光客が減って餌をくれる人が減ったおかげで、ウサギも大幅に減ったみたいですね。
ピーク時が1000羽ぐらい、900羽ちょっといたらしいんですが、今は400羽程度まで減ってるみたいです。こちらは砲台跡ですね。日清日露戦争時に瀬戸内海防衛のために島内に何か所か設置された砲台跡です。こちらが砲台跡のすぐ隣から見える景色ですね。島の西側に戻ってきました。こちらが島で最大の毒ガス貯蔵庫跡ですね。100トンのタンクが6基ほど置かれていたそうです。島の西側の方がメインの観光地っていうこともあって、ウサギも多いですね。こんな感じで親子連れっぽいウサギもいます。こちらが島唯一の宿泊施設、休暇村大奥の島ですね。カフェやレストランもありますので、宿泊しなくても利用できます。ということで、カフェでコーヒーとラスクを注文しました。美味しかったです。ウサギの島だけあって、ウサギが掘った穴がところどころにあるんですよね。こちらが毒ガスの研究所跡ですね。今は普通に倉庫として使われているみたいです。こちらが毒ガス資料館となってます。すぐ隣には実際に毒ガス製造に使われてた機器なんかが置いてあります。こちらが慰霊碑ですね。というわけで島を一周して戻ってきました。広島といえば原爆ってイメージですけど、こういった場所にも戦争の歴史感じられる場所があるんですよね。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。